事で信長が死ぬ、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが、霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は新ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。この金、悪しき清原へ見よう。打ち鳴らせば助けとなるじゃろう。人もよう考えるもんじゃ。兄弟じゃ。信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。
俺の主は藤吉郎になったんでな、悪いが首をもらう。やるやつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？
画廊に列する。その自負はあの男に粉々に砕かれた。お市様だけでもと身命を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。何の未練があろう、また難儀させてさ。